プレミア上映前にワーナー劇場の外でカメラにポーズを取る観客たち。ドンファンはアラン・クロスランドが監督した1926年のアメリカ合衆国の恋愛冒険映画、劇映画。バイタフォンによって同期された高果音や音楽が付けられた長編映画としては最初の作品であったが会話の収録は行われなかった。この映画は バイロン教の1821年の同盟の詩にインスパイアされたものである。脚本はベスメレディスでモード・フルトンとウォルター・アンソニーがインタータイトルを担当した。この映画は主演のジョン・バリモアを女性の手の甲に接吻する女たらしとしてスターに押し上げた。ドン・ファンは映画史上最も多くの接吻の場面が盛り込まれている映画であり、 バリモアはこの作品の中で191人の女性たちと接吻する姿が捉えられている。バイタフォンを担当していたジョージ・グローブスはフィルムにつけるサウンドトラックを任されていた。彼は新たな工夫を編み出し何本ものマイクロフォンを用いる技法によって107人編成の強力なオーケストラの音を録音しながら同時にミックスしていった。これによって彼は 映画史上最初の音楽ミキサーになったのであった。この作品のプレミア公開の際には、同様に音声付きで制作された数本の短編映画が本編の前に上演された。まず、当時、映画の検閲を担い、さーと称されていたウィル・エイチ・ヘイズが画面に登場して映像に同期された音声で映画の新しい時代へようこそと観客に挨拶した。続いて、 ロサンゼルスフィルハーモニックオーケストラが、タンホイザーを演奏する映像、ミッシャイルマンとエフレムジンバリストシニアのバイオリング演奏、ロイス・メックのギター演奏、ジョバンニ・マルティネリ、マリオン・タリー、アンナ・ケースによるオペラの抜粋3編が上映された。あと、本編が上映された。ドンファンの制作費は、789,963ドルであり、 それまでのワーナーブラザースの映画では最高額であった。プレミア上映は1926年8月6日に行われた。音楽を演奏していたのはニューヨークフィルハーモニックであった。ドンファンのプリントは現存しており、UCLA 映画、テレビアーカイブに保存されている。2011年にはバイタフォンによる短編映画数本とともにオンデマンド製産 d v d として、 ワーナーアーカイブコレクションからリリースされた。ありがとうございます。